バドミント BWF ワールドツアー韓国マスターズ、11日韓国、広州市、バドミントン男子シングルスの元世界ランキング1位で現52位の桃田賢斗、29NTT 東日本が国際大会では2年ぶりの優勝に向け決勝進出を決めた。桃田は準決勝で世界ランキング57位のレイランシー、25中国、221から10、21から19とストレート勝ち。12日の決勝は世界ランキング26位の渡辺幸樹、24ビプロジーとの日本勢同士の対戦となる。桃田は初戦で敗退した8月のオーストラリアオープン以来の国際試合の出場。今大会は準決勝まで全てストレート勝ちで勝ち進んできている。3月のドイツオープンのベスト4が今年の最高成績だった。桃田は第1ゲームは 4-4 から6連続ポイントで突き放すと、そのまま危なげなく先取する。第2ゲームは一転、序盤は競り合うも5連続ポイントを奪われ一時、4-9 となるが5連続でポイントを奪い返す。その後も5連続ポイントで 15-10 とリードを広げ、粘られるも振り切り競り勝った。桃田は優勝すれば国際大会では21年11月のインドネシアマスターズ以来。両者は7月のジャパンオープンで対戦し、渡辺がゲームカウント2から1、13から21、21から16、21から13で勝利した。来年パリ五輪のバドミントン男子シングルスは各国最大2枠、選考レースは5月から始まっている。桃田は8月の世界選手権は出場権が獲得できず、9月の広州アジア大会では団体メンバーに選ばれていたが腰痛で欠場、現在は日本勢で7番手となっている。桃田は初出場となった21年、東京五輪ではメダルを期待されながらも予選ラウンドで敗退した。バドミントン男子シングルス日本勢い上位、世界ランキング5位奈良岡功大、22日台、13位西本健太、29位ジェイテク、16位常山幹太、27位砺波運輸、26位渡辺幸樹、24位ビプロジー、39位大林拓磨、24位砺波運輸、51位田中裕志、24NTT 東日本、52位桃田賢斗、29NTT 東日本。